今日なんか特別授業があるって聞いたけど、お前らなんか知ってるか？いや、でも各教室に何人かずつ分かれてって何するんだろうね。俺も何も聞いてないな。それより中等部高等部みんな一緒にやるらしいけど。失礼します。えへん、ねえずかちゃん、どうしたの？今日はみんなで生理について理解を深めようっていう特別授業があるんです。もしかして男子は聞かされてないんですか？男女何人かごとのグループ学習で、この教室は女子は私たち、男子は炭治郎たちみたい。あ、なるほど、そういうことか。てか生理ってこれって男女別にするのが普通じゃないの？分かってませんね。生理というのは自然現象、恥ずかしがる内容ではないんです。うん、赤ちゃんを産むためにも必要な過程でしょ。それを男子が知らないっていうのは私もおかしいと思う。私も恥ずかしいこととは思わない。まあそれはこれからの授業を聞けばわかるよね。そうだな、俺たちもきちんと女性の体について理解してあげることも大切だ。それじゃあ早速始めよう。まずは私の体験談からですね。私は比較的軽いです。だろうな、お前いつも平気そうだし。伊之助、今のは失礼だ。お、あ、わ、悪い、つい。いえ、実際私は生理になっても普通に動けますし、体育してもへっちゃらなんで。いいなあ、葵さんは。私はそんなに重たくないけど、気分が落ち込むっていうか。うんうん、生理になるとブルーな気持ちになるよね。え、そうなの？確かにねずこ、月に1回くらいはすごくネガティブになるよな。あれはそういうことだったのか。ホルモンバランスの乱れっていうのかな。とにかく私は気持ちが落ち込みやすいタイプ。カナオはどうなんだ？私は生理の時はよく授業休んじゃう。俺が知らないところでそんなことが。珍しいことじゃありませんよ。カナオのように寝込んだり病院に行ったりする子もたくさんいます。女って大変なんだな。出産もそうだけど、俺たち男にはわからない辛さがあるもんね。生理になると気持ちも落ち込むし、お腹もずっと痛いし、正直ご飯も食べられないの。そんなになんだ。飯も食えねえとかやべえな。まあどれも実際に体験してみないと生理の辛さはわからないよ。もしかして目の前にあるこれは生理用品です。女性は生理の間これらを下着につけて行動しているんです。これもなんか気持ち悪そう。あ、つけてるとって意味でね。実際蒸れるし気持ち悪い。炭治郎さん、ここに水を垂らしてみてください。あ、うん。お、すぐに吸収してくれたぞ。俺なら赤ちゃんのおむつみたいにサラサラしてさって思うじゃないですか。え、まさか違うのか。赤ちゃんのおしっこはサラサラしてるしすぐ吸収されるけど、生理の経血はサラサラなものばかりじゃないからそうもいかないんだ。そうなのか。うん、だから吸収されるにしてもそれまでが本当に気持ち悪い。最近では生理用ナプキンの他にもカップやタンポンなどいろんな製品が売られています。それでもやっぱり生理痛やブルーな気持ちは和らげられないし、葵さんみたいに軽くても不快感はありますもんね。そうですね。そりゃ大変だ。てかさ、これつけてみたら女の子の気持ちが少しはわかるんじゃない？お前本気か？でも俺はいいアイデアだと思うよ。お前らがそう言うなら仕方ねえ。ちょっとつけてみよう。なんだこれ、ゴワゴワして何とも言えない不快感。動きにくい、しかも熱いな。
おい、こんなんでも体育できるのか？そんなんでもやらなきゃいけないんです。もちろん体調が悪い時は見学しますけどね。気持ち悪すぎて走れねえぜ。確かに違和感がすごい。女の子はこんなのとずっと付き合っていかなきゃいけないのか。うん、毎月ね。少しは生理について分かってくれたかな。もちろん。じゃあ次は生理痛体験、代表して伊之助さんお願いします。え、俺？動画で見たんだけど、このゴミ箱の角をお腹に当てて体重をかけると疑似体験できるらしいよ。ちょ、なんで俺なんだよ。なんていうか、3人の中で一番タフそうだから、あと一番理解してなさそうだから。わかったよ、仕方ねえからやってやるよ。じゃあお願いします。こうか。うわぁ、痛そうだ。俺今度から生理の女の子には超優しくしよう。あれ、この感じまさか。嘘、まだ予定日じゃないのに生理が。ん？カナオどうしたんだ？顔色が悪いような。体調が悪いの？俺保健室の先生呼んでこようか。そうだ、今は生理についての授業をしているんだ。行っても大丈夫だよね、カナオ？実は今急に生理が来ちゃったみたいで、予定よりかなりずれてるから生理用品が。授業用のは全部使っちゃったもんね。あ、葵さん、私ナプキン取りに行ってくる。では私は担任の先生にカナオの体調不良を伝えてきます。男子の皆さん、すみませんが少しの間カナオお願いします。ねずこちゃん、葵ちゃん、カナオどこか痛いところある？ちょっと腰が痛いかも。なら俺様は温められるものを持ってくる。このままじゃまずいよね。このタオル使って。カナオ大丈夫か？腰さすっても大丈夫？みんな本当にありがとう。体調が優れない女の子をいたわるのは当然のことだからね。ましてや生理の授業中なんだ。こんな時のための授業だろ。ほら、膝掛け借りてきた。これで温めるんだ。伊之助、みんなありがとう。すっごく助かる。カノちゃん、ナプキンもらってきたよ。私も先生には報告済みです。一度トイレに行った後、保健室で休みましょう。二人ともありがとね。いえいえ、さ、行きましょうか。カナオちゃん大丈夫だったかな？俺らもっと他にできることあったかもしれないね。そうだな、体を温めた方がいいから温かい飲み物を用意するとかはどうだろう。だけど葵が言ってたが、カフェインを取ると腹痛がひどくなるらしいぜ。なるほど、なら左右とかココアとかの方がいいのかな。それに俺たちも普段から生理用品を持っててあげたら、今よりもっと早く対応できたかもね。そうだな。よし、外部講師の先生にたくさん質問して、もっと女の子に寄り添えるようになろう。無事、男子たちは生理についての理解を深めることができました。生理は個人差がとても大きく、寝込む人もいるんです。それに、予定通りじゃなくて急に来ることだってあります。だから男性の皆さん、生理は恥ずかしいというものではなく、女性にとって大切な機能の一つだと思い接してください。